広島城内に置かれた賃代、後、第五師団、広島大本営に用いられた。広島賃代は、1873年から1888年まであった日本陸軍の部隊で、当時六つあった賃代の一つである。広島に本営を置き、中国地方西部と四国地方に相当する、第五軍艦を管轄した。1888年の賃代廃止により、 第5師団に引き継がれた。明治初めの陸軍は反乱鎮圧と対外防衛のための備えとして全国に鎮台を配置した。広島賃台は1873年7月93日に4賃台から6賃台に数を増やした時に設けられた。各賃台が担当する地域を軍艦と言い,い、広島賃台は中国地方の西部と四国地方に相当する。 第五軍艦を管轄した。第五軍艦は二つの主艦に分けられた。中国地方にあたる地域が、陳代直轄の第十一主艦で、不評第十一連隊が置かれた。四国地方は、丸亀を本営とする第十二主艦で、不評第十二連隊が置かれた。陳代には他に、公兵第五大隊、公兵第五小隊、市長兵第五小隊、そして、 下の席の海岸包帯が属した。騎兵はない。人員の総数は、平時四千三百四十人、戦時六千四百十人と定められた。しかし定員は計画上のもので、この時点で、広島賃大に、不評連帯はなく、実際の充足にはなお時を要した。八百八十五年五月十八日制定、甲府の明治十八年大官たち第二十一号による、 鎮大条例改正で6つの鎮大の兵力が均一に揃えられた。各鎮大の主力は不評を2個旅団で、これに騎兵と砲兵が各1個連隊、砲兵と市長兵が各1個大体加わる。不評連隊は広島に第11と第21の2つ、四国に第12と第22と2分したが、他兵家は広島に集中した。 しかし以上も計画であり、1885年段階で編成が完了していた不評連隊は従来からの第11と第12連隊だけであった。あとの2つは前年に不評第一代隊の編成ができたばかりで3つの代隊が揃ったのは賃代が廃止になる1888年のことであった。1888年賃代条例は 廃止になり、代わって、師団司令部条例などが一斉に施行された。広島賃台は、そのまま第5師団に移行した。日清戦争時には、広島大本営となった。1873年4月7日改定の六冠賃代表による、賃代条例の不評である、七軍艦警備表と、諸兵配備表による、戦時には、 常備軍と同じ構成の交尾軍が編成される予定であった。大乗類展、第2編、第205巻、賃大条例改定。AB、公文録、第41巻、6巻、賃代表告時閉学並配分表告制届。遠藤義信、日露戦争前における、戦時編成と、陸軍動員計画思想、北海道教育大学企業人文科学。 社会科学編、第54巻2号、2004年2月、76から77ページ。AB、公文類従大9編第6巻、賃大条例を改正すの中の7軍艦兵備表と、諸兵配備表。リンク先の8コマ目から10コマ目。ABC 遠藤義信、の日露戦争前における、戦時編成と、陸軍動員計画思想人文科学、社会科学編。 第59巻1号2008年8月104ページ。a b 遠藤義信、日露戦争前における戦時編成と陸軍動員計画思想北海道教育大学企業人文科学社会科学編第54巻2号2004年2月77ページ。ありがとうございます。